五円があるよと五円効果、五円があるよは五円効果を形取ったチョコレート。1984年に松尾聖菓が製造し、チロルチョコから発売。五円チョコの愛称で親しまれている。実際に五円効果一枚で買える日本で一番安い菓子であったが、現在は一部の駄菓子屋を除き、五円の単品売りはしていない。大半径の目指せ丸、金もある。 薄型チョコレートにしているため、パリパリした食感で滑らかな口溶けの一口サイズのミルクチョコレート。稲穂の数から温泉の数まで本物の五円玉とそっくりな形状で作られている。大きさはと実際の五円玉に比べると倍以上の大きさである。味の種類は、かつてはホワイトチョコとストロベリー味があったが、現在はミルクチョコ味のみ販売している。 2007年までは実際に一つ五円で単品売りされていたが、駄菓子屋が減少している影響により、現在は100円など、パックなどでまとめて販売されている。ただし、現在も営業を続けている一部の駄菓子屋では、納品されたものをばらして一つ五円での販売を続けている。パッケージには、茶色のバック地に五円玉に手足をつけたキャラクターが描かれている。五円玉が手袋をして、 スニーカーを履き、頭頂部に目玉、穴の部分が口になっている。キャラクター自体には、名前がない。販売元のチロルチョコ株式会社のホームページでは、残念ながら、名前はありませんが、さながら、ご縁くんといったところでしょうかといった紹介をしている。パッケージの表面には、ご縁くんが様々な表情のポーズをとっている。種類は5種。中面には、面白、占いが表記されていて、 バリエーションの数は約80種類にもなる。ダジャレ系のものが多数。発売されてから5年後にパッケージのデザインが新しくリニューアルされた。ご縁があるよと同じチロルチョコから発売された商品には1985年発売の50円効果の形状をした目指せマルキンチョコがある。2009年には目指せマルキントトカルチョコを発売した。ご縁チョコこと ご縁があるよは、なぜ30年以上も売り続けられるのか。会長が明かす、儲からないんだけど、ハット AB これは、小遣いの少ない子供のために、店が独自の判断で行っている行為であり、メーカー側の方針としては、バラ売りは原則禁止としている。ご縁があるよグッズおもしろ雑学アーカイブド2008年12月10日、アットザウェイバックマシン、ご縁チョコこと、ご縁があるよは、 なぜ30年以上も売り続けられるのか。会長が明かす、もからないんだけど、商品紹介、松尾聖菓 Q ウェブサイトより、目指せマルキン、チロルチョコ、目指せマルキン、トトカルチョコ W キャンペーン、チロルチョコ。ありがとうございます。